台湾挚友、日本前首相安倍晋三慈善追思音乐会正式开始，欢迎主持人廖小军、野崎孝男。大家晚安，大家好，谢谢大家在今天晚上特别拨冗来参加台湾挚友前日本首相安倍晋三慈善追思音乐会。我是廖小军，我是野崎孝男，大家晚安，皆さんこんばんは。大家晚安，谢谢你们今天晚上来。对台湾人来讲，7月8号是震惊的一天。安倍在当天他在奈良浮选的过程中，因为不幸遭到枪杀身亡。他在生前因为曾经造访过176个国家，他是世界级的领袖级人物。这个消息很快的时间在全球传开的同时，全球的元首跟政要纷纷表达致电跟致哀，对台湾来讲更是震惊。以我们一个新闻从业人来讲，到现在我都感到难以相信这个消息是真的。台湾人真不甘，是他总是把他所看到的未来国际局势发展化为具体的行动。谢谢野崎先生打破了国际间的藩篱，让世界各国意识到未来在亚太地区所遭遇到现实上遇到什么样的状况。接下来我们是不是掌声欢迎他已经出场大山贵司先生，很特别，来自于远方的一位好朋友大山贵司先生。是他是一位全盲的音乐家，为了这一趟音乐会，他一个人带着吉他第一次来到台湾，就是为了参与这一次的慈善追思音乐会。他的音乐歌在日本激励的人心，也为日本首相呢创作了安倍应援歌。我们来访问他此刻来到台湾的心情，为了参加这场音乐会，他提早来到台湾进行隔离。此刻来到台湾的心情是什么呢？大山さん、初めて台湾に来た感想はいかがでしょうか？はい、台湾の皆さん、ものすごく良い方々ばかりでよくしてくれるので、快適に楽しく過ごしています。おし、台大さん、クイズ、だけほー。だけほー。だけほー。他说台湾人都对他，台湾的朋友对他非常好，让他这几天隔离的这个日子都过得非常的开心。谢谢你，谢谢你。为什么想要替安倍创作这个应援歌？他心目中的安倍的地位，可不可以跟我们聊聊？大山さんはなぜ安倍元首相応援歌を作ろうと思ったんですか？また大山さんにとって安倍前首相はどのような方でしょうか？安倍元首相はものすごく人柄の素晴らしい方で、戦後、最長期間日本のトップを務められた方です。でものすごくいい人柄なので、その人柄を生かして、日本そののみならずですね、世界中を良くしてほしいという気持ちで作りました。他说安倍先生的人品相当的好，同时他也是日本战后出任内阁总理大臣最久的一位。那他以这个要替他加油打气的这心情啊，做这首歌，希望他可以让更全世界更多的人来注目他。好，那今天晚上带来什么样的歌曲呢？大山さん、今日皆さんの前で歌っていただける歌はどのような歌でしょうか？元安倍首相の応援歌です。好，我们掌声欢迎。では大山さん、よろしくお願いいたします。青空高くそびえ立つ日本の柱の頼もしさ、力を合わせて乗り越えるんだ。それゆけ、それゆけ、安倍晋三内閣。
ワクワク夢が湧く人が集えば街は活性化外部の指図をもろともせずにそれゆけそれゆけ安倍晋三内閣世界をまたに走り続けるその背中に背負うもの我らの未来と希望の光それゆけそれゆけ安倍晋三内閣世界をまたに走り続けるその背中に背負うもの我らの未来と希望の光それゆけそれゆけ安倍晋三内閣台湾誘致は日本の誘致アジアの自由を守るため戦う男に模倣とすべきそれゆけそれゆけ安倍晋三内閣男の威厳を維持しつつさらなる力を手に入れて今こそ我らも結束の時それゆけそれゆけ安倍晋三内閣我らの誇り安倍晋三内閣
心臓です。本日はジャパンスピリットコンサートにコロナ禍の中ようこそお越しいただきました。現在このコロナ禍の中やっと緊急事態宣言は解除されましたが、皆さん様々な困難と直面されていることと思います。やっとワクチンの接種も進み、今年の末には様々な新薬が登場してくると期待しています。この中で私たちはやっぱり力を合わせてこのコロナ禍を乗り越えていきたい、日本人らしいコロナの克服を目指していきたいと思います。今年はあの東日本大震災から10年目の年に当たります。あの時私たちは決してパニックに陥ることなく、お互いに助け合うあの姿で多くの外国の皆さん、日本に称賛を送り感動を与えることができたと思います。実は私はピアノ、小学校1年生の時ぐらいまで、やってました。せいぜい、バイエルンを終わる程度だったんですが、66歳になるまで それから1回もピアノを弾いたことなかったんですが、小田善光さんに勧められて、ピアノの練習を少し始めて、あの時、多くの感動を呼んだ花は咲く挑戦しました。なんとかここまで、やってくることができたのもやっぱり、挑戦するスピリットなのかなと、思います。私も皆さんと共にこれからもチャレンジ精神を持ちながら、日本人の素晴らしい精神を、助け合うことができる精神を世界に皆さんと共に発信していきたいと思います。皆さん一緒に力を合わせてこの中を乗り越えていきましょう。ありがとうございました。从刚刚的影片，从刚刚非常特殊的组合当中，这首安倍晋三他所演奏的花正在开，由大山贵司先生帮我们进行演唱，这真的是一个感人的组合。谢谢大山贵司先生。